この事故について、政府は当初、アメリカ軍から受けた説明の通り、不時着水という言葉を用いて、コントロールを失わずに着水したことを強調していました。米側から説明を受けてますけれども、最後の最後までパイルと頑張ってらっしゃったということでございますから、不時着水という言葉でございます。機体が原型をとどめないほどバラバラに大破しているにもかかわらず、主体的な見解を示すことができない政府に、 玉城知事は昨夜懸念を示ししていました表現を和らげる使い方を用いたいというのが政府であり、また米軍の考え方であるのかもしれませんが、我々はその状況をしっかりとその報告を受けた上で、その不時着水という表現が適切かどうかということについてもしっかり注視をしていきたいというように思いますところが、一夜明けたきょう、政府の説明は一転します。 米空軍横田基地の CV-22 オスプレイ1機が墜落いたしました本日になって今般の事故については墜落まクラッシュという表現であったというふうに説明がありました木原防衛大臣はアメリカ軍から説明があったとしてオスプレイは墜落したと表現しましたアメリカ軍の説明通りに発表する政府の姿勢が今回の事故で改めて浮き彫りとなっています